ごめん、ありがとう。今日もありがとう。こんばんは。かわいいもありがとうございます。めっちゃギフトありがとう。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。GG ありがとう。ブラボーもありがとう。うわ、タワーもらった。ありがとう。ちょっと待って。アルフォートさん、ありがとうございます。ありがたわ。これ呼び出そう。明日呼び出します。アルフォートありがとう。築城築城ありがとう。うわ、すごい、メリークリスマスメリークリスマスもらったありがとうございます。うん、ミューラッチありがとう。すごい、ありがとう。三浦っち、あ、マクアラオンさんもありがとうございます。ありがたわ、めっちゃいっぱいありがとうございます。マクアラオンさんもありがとう。呼び出します。明日ありがとう。楽しかった、ありがとう。そう、ラストだったんですけど、瀬戸内 PR 舞台がシーズン2ラストで、そうなんですよ。なんかね、すごいセットリストな感じでMC が本当に本編のラストにしかないっていうね、初の形でね、はい、お届けさせていただきました。スタンディングで拝見しました。マイキューが思ったより動けていたのよかったです。ありがとう。元気ですよ、めちゃくちゃ。そう。ありがとうございます。ラブレターもありがとう。そう、ノンストップでした。どうもありがとう。ダブルアンコールよ、ダブルアンコール予期してたの？してなかったです。びっくりしました。ありがとうございます。本当に、何も、準備も何もしてなくって、もちろんだってあると思ってなかったんで、そんな、そう、ありがたかったです。何歌う何歌うってめっちゃはけて、え、どうするどうするどうするみたいな言ってました、ずっと。ありがとう。笑顔のチャンスを、そう、披露させていただきました。スタッフさんなんかさ、そうだからさ、みんな帰ってたからさ、ダブルアンコールで出てきた瞬間にさ、会場までまた戻ってきてくださった方たちもね、いらっしゃってね、そう、いや本当に急遽でしたよありがとうございます。本当に本当にありがとう。レターもプレゼントありがとうございます。そう、なんか初の試みのノンストップ、マジでなんかあっという間な感じが、なんか曲数とかは多分普通のライブとそんなに変わってないと思うんですよ。だいたいいつも4曲ぐらいして MC 挟んで、ユニットして MC 挟んで、後半やって MC やって、だいたいラスト1曲とかなんですけど、その MC 全部なしのもうバーンって通してやって、最後に MC するってやつだったんですけど、曲数はそんなに変わってないと思うけど、めっちゃなんかもう終わるんだみたいな感じがすごくって、そう、いや、そう、なんかラストの曲の時におおってなりました。もうラストか、 MC はなしで、アンコール明けにもうちょっと長めの MC させていただいて、そうなんですよ。
途中途中でユニットをそう挟んでました。あの PR 舞台でした。そうなの。ハートとプレゼントありがとうございます。ありがとうプレゼント。そうなんですよ。タブーやりましたよ。トゥトゥトゥントゥ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 。お決まりのラップ良かったよ。あ、グリフラ。グリコもありがとう。最初の踊らない笑顔のチャンスで泣いた。あれすごい良かった。いやそう、笑顔のチャンスは最初と最後でしたいねみたいな話になって、そうさせていただきました。プレゼントありがとう。そう、途中であのお休みしつつだったんですけれども、そうなんとかあの出演させていただくことはできました。ありがとうございました。ありがとう。お疲れとハート、ありがとうございます。ありがとう。サンタクロース最初からマイキューの予定だった。そうだよ、そうだよ。出れない曲もあったので、なんかできないかなって話になって、そうみんなもいろいろとなんか助けてくれました。応援してありがとう。プレゼントもありがとう。ひげもつけましたよ、白ひげ。マイキューサンタボール投げた。投げたよ。投げました。ありがとう。間に合った。あの下から投げた。私さ、ボール飛ばす能力ないんで、マジでさ、本当にもう全国ツアー、全国ツアーとか、あのなんかツアー、夏に回ったツアーで痛いほど痛感したんで、本当に痛いほど痛感痛感したので、頭痛が痛い、それないわい。あの重なった意味が、いやちょっとね、本当に終わっちゃいましたけども、今日もマイキューが見れて感謝。いやありがとう、本当にありがとうございました。なんか今日すごいみんなめっちゃ声がもう本当に大きくって最高だったよ。びっくりします、ありがとう本当に。ヒダルもありがとう。スタンディングだから今日は、そうスタンディングもありましたね。
明日の夜は上島どっちが多いかな。今からちょっと確認しますね。四国は全部出演させていただきます。あと10秒。ちょっと待って2曲目の2曲目が思い出せない。あれだえっと1曲目が真ん中らへんでしょ、2曲目が上手らへんでしょ、で3曲目が下手でしょ。あ、こんなに言ったらやばいかなね。4曲目が上手でしょ、5曲目が、あ、曲数バレるじゃん、ちょっとやばいじゃん。ちょっと待って、上手の方がちょっと多いかも。上手 6割、下手 3.5 割、真ん中 0.5 割どう？上手の方が若干多いかもぐらいです。真ん中っていうか、まあ全部いくよ。明日の夜、これ明日の昼、明日の夜はちょっと待って考えるね。明日の夜はね、上手が多いかな。どっちかといえば、いや下手もあるわ。いや上手の方が多いと思う。多分どっちも上手の方が多そう。上手っていうのはステージ、みんながステージから、あ、じゃない、客席からステージ見て、で右側の方です。みんなから見て右の方。夜真ん中はなきにしもあらずでもどっちも行くよ。今日はどっちだったの？私さ、これいつも思うよ。なんかライブやってみて、なんかレッスン中はめっちゃ感じる時はある。レッスン中にさ、うわ自分下手ばっかりじゃなーって感じる時は、だいたい下手が10割、もう9割10割の時とかなんか思うんですけど、それ以外はあんま感じなくって、本番中に、あ、なんか気づけば下手の方が多いなみたいな思う時はよくあるんですよね。今日は下手の方が多かった気がする。だ、若干6割、上手4割って感じ。下手6割、上手4割ぐらいでしたね。90やるよ全然。フェスの時とかさ、なんでこんなに偏っとんやろってぐらいね、偏ってしまう時あります、謎に。どうしよう、これでさ、明日さ、全然なんか今言ったのと全然違ったらひよえー、違ったらおこねえ、どっちも行きます。ハートありがとうございます。どっちも行くよ、行くは行くよ。
モニター、あ、モニターありますね。4公演全部カメコで入るんでマイクいっぱい取るんで、お願いします。肌きれいに加工してください。お願いします。マジでお願いします。あと半面とかは載せないでください。お願いします。加工希望しとくわ。なんかいろいろお願いします。リタッチは絶対する。加工いりません。いるよ。お願いします。でもみんな結構ね、なんかリタッチすごいしてくれる。嬉しい。ありがとう。そうなんですよね。ありがとう。わっ、メリークリスマス。シャン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 、ありがとう。パフィン、パフィーン、ありがとうございます。パフィン、パフィン。関係ないけど今日誕生日おめでとう。おめでとう。明日呼び出そう。明日呼び出します。なんで明日も来ることが確定今しました。おめでとうございます。知らないけどおめでとうって言ってる人がいる。おめでとう。あ、すごい、みんながおめでとう、おめでとう。やばい、むせた。なんか優しい、あったかい、あったかい空間。いや、なんか絶対みんなしっとりやんって感じ。おめでとう、おめでとう。明日読み出そう。寒くなかったよ。なんか本当にテントの中に、楽屋のテントがあって、テントの中にストーブが置いてあるんですけど、マジでストーブの威力が強すぎて、マジであったかくて全然寒くなかったんですよ。本当にすごいストーブでした。もうボーボーに燃えてた。そう、私がストーブの近い席をね、陣取ったんで、絶対にストーブの横に行くって決めてて。焼けてないよ、焼けてないけど。で、おきちゃんに伝授しました。リネタンから聞いた、ストーブの周りでこのビューラーを、まつげ上げるやつ、ビューラーを温めてまつげを上げるといいんだよっていうのを、おきちゃんに伝授して、で、まつげがやったらちぎれるよって。そう、焦げる、まつげこ、あれ焦げるから、これはまつげが焦げるからって言って、ちぎれるでって言って伝授しておきました。
明日はね、明日ちょっと朝早、朝っていうかまあ昼か早いんですよね、開演が12時半ぐらいだったっけ、開演がね。ほんと楽しかった、ありがとう、楽しかったよ。12時半、日曜日だっけ、そうか、ランチタイム、そんとや、そう12時半からやったらさ、みんなご飯食べてくるん、それともさ終わった後に食べに行くん、迷うよね、また食べるか先に、終わった後、え結構お腹すくくない、終わった後は。食べない、え腹から声出んよみんな。本当に朝遅い人多いんだけど、朝ごはん食べて、朝ごはんをね、そうだよね、いっぱい食べてきてね。声出しの、いやそうよ、大事よ、やっぱね、ご飯いっぱい食べてないとライブもね楽しめないかもしれないですから。おやすみって言われる。待って、お休まないで、伝授簿、太郎くんさん、くまねパパさん、シーサーさん、ピロミンさん、東京のスーンさん、マクアラオンさん、ミユラッチさん、パフィーンさん、アルフォートさん、シューンさん、キノペッコさん、リョンキューさん、トールさん、ありがとうございました。また明日、明日は、課外活動からお会いしましょう。そしてラスト夜の ST48 のライブでも会いましょう。また明日です。おやすみ、おやすみ、おやすもう、おやすむ。ありがとう。メリークリスマス、ハッピーニューイヤー、また明日。ありがとう。Good night.